今年青森すんごく暑くてさ、もう連日30度いって35度とかの猛暑日もいっぱいあってさ、本当にきついんだけども、その暑さのおかげでかぼちゃ白くなっちゃった。これまあお日様によって日に焼けてしまって、こういう風になっちゃったんだけれども、まあこういうのはまあ何個か出るのは仕方ないんだけども、すごく多い、ちょっと後手後手に回ったところもあるんだけども、多くてちょっと悔しいなって思いをしてます。でこうなるとさ、映像では分かりづらいんだけども、もう柔らかくなってるの、この辺なんか柔らかいのね。でここから腐ってくるんで、まあ、商品には丸ごとの商品にはできないです。いいもので言うと、まあ、こういう感じでね、ほら、まあ、ちょっとイボイボあるけれども、ね、どこもよいしょ白くはなってないじゃん。でこれは白いじゃんっていう感じで、まあ、これだったら丸ごと出るんだけども、これは売れないね。まあ、交渉次第で、例えば飲食店とか、例えばパンプキンパイとか作ってるお店であれば、こう切り取っては使えるから、ね、そういうの分かってくれる人であれば、交渉で安くするからどうですかっていうこともできるし、まあ、個人向けとかであれば、ね、そういうことを説明して、安くやる、いや、どうぞとかね、知り合いにあげたりとかしてもいいし、ね、家庭菜だったら別に食えるんだけれどもね、切った後細かくして切って冷凍しておけば、まあ、半年ぐらいは持つから、ね、いいんだけれども、やっぱり商売としてやる上ではやっぱこれはねよろしくないんで、すごい良くないんで、貯蔵もできないんで、かぼちゃは貯蔵が効くっていうのがやっぱ、ね、特徴として長所としてあるんで、やっぱり よろしくないっていうね、悔しい本当に。でこれを防ぐためには、まあ、お日様に当てないっていうことなんだけれども、こういう商品ありました。まあ、俺もこれさ、この地主さんのところに間に合えばよかったんだけども、俺も忙しくて忘れてて本当に至らなかったなと思ってるんだけれども、こういう、ね、かぼちゃ守るテープっていうのをあるのを今年知って買いました。まあ、自分のかぼちゃ用になっちゃったけども、ね、申し訳ないなって地主さんにね思うけれども、こういうさかぼちゃ守るテープっていうのがあります。で、これ説明がね、ここに書いてあるんだけれども、ちっちゃいから読むけれども、かぼちゃの日焼けを防止するテープです。収穫の約10日前に日光に当たる面にこのテープを貼り付けてくださいと。うん。そういう商品です。かぼちゃを守る、お日様から守るためのテープっていうことで売ってたんで買ってみました。これまあこれから貼ってみたりするんだけれども、ね、こういう商品もあります。日焼け防止のために。あとは新聞紙とかで傘を作ってかぶせてあげる。でまあ中で固定して紐でも結んで、こうほらヘタの部分、例えばおっととこの実のここにくるっとやって、ここで紐でも結んで置いとけばね、こう覆ってしまえばお日様を防げるわけだから、日傘みたいになるわけだから、そういうのでも防げるし、それがまあポピュラーっちゃポピュラーかな。結構ね、新聞紙で傘を作って置いとけばいいとか。でもしお金をかけられるんであれば、支柱立てて寒冷車を上に、黒くて隙間が空いてる網網っていうかね、まあ、寒冷車って調べてもらえれば分かるんだけれども、スマホとかパソコンでもね、そういう日を避ける、ものがありますんで、それでお日様を遮光する、光を遮って遮光してやればまあいいんじゃないかな。でもさ、そこまでやっちゃうと光合成がうまくいかなくなっちゃうから、まあ良くないだろうから、ちっちゃく、まあ切手なのか、まあ小さい何かで、やっぱり新聞が一番いいんだろうね。お金かけなりやるんであれば覆っちゃう、ね、もしくはこういうかぼちゃ守るテープを買ってみるっていうのもありなのかなって思います。だから本当にお日様、かぼちゃはお日様は本当に大敵だなってね。俺もしっかりかぼちゃをねやった経験がなかったからね、やっぱ失念してた。本当にそれは反省点、本当に申し訳ないなって地主さんにね、せっかくやったのね、言うの忘れだったなって思うんだけども、だからこれね、繰り返さないためにみんな気をつけてね、俺もそうだし、他の人でもそうだし、気をつけてもらいたいなと思います。もう腐ってきて、せっかくのねかっこいい綺麗なね、こっちにはさ、一つの株に一個しかならせないっていう一級入魂のダークホースっていう品種のねかぼちゃもあるんだよ。こういうのもやったんだ。これは日焼けまだしてないからだけどもね、まあ、こういうふうに立派にね、かっこいいじゃん。かぼちゃやっぱこう日焼けしてなければさ、ね、これ別の品種の方なんだけども、こうやってなってればさ、やっぱりね、がっかりするじゃん。そうすると面白くないから、やっぱしっかりと防いで、かぼちゃの日よけ
身が焼けないようにする工夫っていうことをやった方がいいなと、本当にしみじみしみじみっつうか、本当に痛い思いしないと忘れちゃうんだよね。だから俺も痛い思いしたね、これをもっと早く思い出して地主さんに言えてればよかったなって、で俺も動いてさやれればよかったなって本当に後悔してるし傷ついてる、昨日痛い思いしたから多分来年からはしっかりやると思う、なんやると思うとやります。でこの思いを見てる人たちにも共有して、やっぱかぼちゃ失敗しないでほしいなって思うんで、ぜひかぼちゃの日焼けしないように考えて、新聞紙で覆うのもいいし、かぼちゃ守るテープみたいな商品もあるんで、やって対策して、美味しいかぼちゃ、こういう傷ついたかぼちゃじゃなくて綺麗なかっこいいかぼちゃね、これ一級入魂のダークホースだけども、こういうね立派なものを、ね、作って育てて、成功させられるようになりたいなと、俺もそうだし皆さんも育ててほしいなと思いますんで、まあ、そういう動画でした。日焼け、かぼちゃの日焼け、多分売り系他にもあるんだろうね、多分スイカとかもメロンとかもそういうのもあるのかな、どうだろうな、あまり経験ないから分かんないんだけども、ね、ああいうものはね、そういうものも日焼け防止っていうことを考えてやった方がいいと思うんで、そういうふうにやれるように、みんなで美味しくて格好のいい野菜をね育てられるように、頑張っていければいいなと思います。今回はかぼちゃの日焼けに対し関してのお話でした。本当に今年すごい失敗だなと思って、悔しいなと思ってます。